皆さんこんにちは、ダイです。今回はここ京都駅のスカイガーデンと呼ばれる場所から、好評企画、歩けば0円だけど電車に乗ったらいくらかかるか第5弾ということでお届けしてまいります。で、区間はですね、リスナーさんの方から、リクエストがあった地下鉄烏丸線の京都駅から近鉄京都線の京都駅です。はい、ルートはね、もう言わなくてもみんな分かってると思うんでね、あえて言いませんが、はい。で、全く関係ないんですが、このスカイガーデンというところの、あっち側にですね、東広場っていうところがあるんですね。ここ同じような感じの場所が、フィニッシュはね、そこでね、締めたいと思います。じゃあ早速ね、地下鉄烏丸線の京都駅の改札口の方に移動してみましょう。いやー、それにしてもね、この階段下るのめんどくさいですね。はい、はい、ということでね、京都市営地下鉄京都駅の切符売り場でやってまいりました。この企画はね、IC カードで、やっていくんですが、私イコカカードを持ってないんですよね。なのでね、ついでにイコカカードも一緒に買っちゃいましょう。はい、じゃあ早速買っていきましょう。はい、ということでイコカ出てきましたね。こちらで改札入っていきましょう。はい、ということでね、地下鉄乗り場やってきました。早速入っていきましょう。はい、ということでね、1番ホームやってまいりました。まず乗るのはね、武田行きですね。列車来るまで少し待ちましょう。はい、ということで、ね、武田行きがやってきましたね。近鉄に直通する列車はですね、なんか、地下鉄の車両と近鉄の車両を使ってるみたいなんですが、武田行きの列車はね、基本は地下鉄の車両しか来ないみたいですね。じゃあ早速、乗車していきましょう。はい、ということでね、武田までやってまいりました。この武田駅はですね、近鉄線と直通している関係で、正面乗り換えができるんですね。はい、で、これが、近鉄の車両の地下鉄直通ですね。ちょうど出発していきますね。じゃあ近鉄京都線に乗り換えるのでね、4番線の方に移動しましょう。はい、ということでね、4番ホーム降りてまいりました。次の列車普通京都行きなんですが、近鉄ってね、ご覧の通りパタパタがね、まだ残ってるんですよね。関東だと京急川崎ぐらいしか知らないんですが、近鉄ではいろんなところで残ってるみたいですね。なのでこのパタパタね、動いてるところ見たいと思うので、次の普通京都行き、その後の急行京都行きは見送りたいと思います。で、ね、ちょうど普通京都行きが来るのでね、見ましょうか。はい、ということでね、普通京都行きが来ましたね。
はい、じゃあパタパタの方を見ていきましょう。はい、見事に動きましたね、じゃあ急行で来るまで少し待ちましょう。はい、急行京都行きに出発しましたね。ではパタパタの方見ていきましょう。通過かい。特急通過しましたね、パタパタの方を見ていきましょう。はい、ということで出ましたね。この準急っていうのはですね、近鉄線に5本しかいないんですね、平日。土急時は確か1本しかいなかったのかな、じゃあ列車来るまで少し待ちましょう。はい、ということでね、準急京都行きやってきましたね。早速乗っていきましょう。はい、ということでね、終点の京都までやってまいりました。じゃあ早速ね、改札出ましょうか。いや、一体いくらかかるんですかね。はい、はい、じゃあ改札出ましょう。470円でしたね、はい、じゃあ、東広場の方に移動していきましょう。はい、ということでね、東広場やってきました。オープニングを撮ったねスカイガーデンとは違って、ここはちょっと高さが低いんですが、その分ね下がよく見えますね、じゃあね、今回の復習ということでね、こちら地下鉄京都から近鉄京都までの、値段はですね、470円です。はい、で内訳として地下鉄京都から武田までが260円で、武田から近鉄京都が210円なんですね。なので要するに武田から京都を移動する際は近鉄を使った方が安いよっていうことなんですね、はい。このね、歩けば0円シリーズいかがだったでしょうか。リクエストもねどんどん待ってますんでね、皆さんもぜひリクエストの方やっていただければ嬉しいです。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。